今日ですけども、まず、実施設計における小サイズや、フェーズ機能を活用した、リフォームの設計に効率的な、作図法についてということでご案内をさせていただいております。レビットをこれから使い始める方にとっては、少し難しい話になるかもしれませんが、レビットを使って、いろんなこう作図法がある中の一つとして今日知識としてお持ち帰りいただけるといいなというふうには思っております。で、前の画面ですけども、少し拡大をさせていただきますが、全2回の、チュートリアル、それから、木造用のアルミサッシのファミリーとか筋交いのファミリーとか皆さんに提供させていただきましたが、基本的にはそのデータを活用して用いて作ったあるプロジェクトの平面小サイズでございます。で、この平面小サイズですけども、リフォームの物件で今皆さんこれ見ていただいているのは改修後の図面というものを今皆さん見ていただいています。で、改修前と改修後、違うところ、私たちの事務所でどういうふうにやっているかというふうに説明させていただきますと、まず赤でこう書かれている部分、表示されている部分ですね。これは、改修後に新たに設ける部材というふうに、これ設定をしています。で、要するにこうでそれからグレーで塗られている部材が、あります。これはあくまで断面で切られているところの話で、お聞きいただきたいんですけど、断面で切られているところがグレーで塗られているのはそれは、既存の状態から、変更しないといいますか、既存のままの状態のものを、示しております。で、これはあくまでこの断面で見えているところだけを表現していますが、まず皆さんから見てその図面 その色の説明についてはそういうことになります。で、あと、今回初めてという方もいらっしゃいますので、少しアルミサッシとか建具とかそのあたりのファミリーについても、プロパティの画面も表示しながら、ちょっと見ていただきたいと思いますけども、これ今シートにちょっと貼られているものですから、ちょっとそれを一回ビューを戻しましてですね、はい、で、プロパティの画面も開きますかね。これ前前回皆さんに提供しました木造の、アルミサッシのファミリーをそのまま使っているものです。で、初めての方もいらっしゃいますので少し説明させていただきますと、まずこれプロパティの画面を見ますとですね、一番上のところ高速というところが出てまして、まずレベルが、今回私たちが設定している 1FL のところから敷居の高さが1170ですよというところに、なってまして、あとずっと、下の方にはさまざまな設定が、なされてますけども、少し下の方で、止めてください。ちょうど今プロパティ画面のですね、識別情報の下ぐらいですかね、ここにフェーズっていうものが出てます。で、このフェーズというところが今これからお話を、いたします。リフォームの時にすごく便利な機能だというふうにいろんなところでご紹介をさせていただいている、ツールを、管理する画面になります。で、今、作成されたフェーズと解体されたフェーズっていう2つのものがありますが、このアルミサッシ、これ、見ていただきますと、作成されたフェーズは新しい建設ということになっています。で、ちょっとこれを覚えておいてください。で、一度、これをプロパティを解除しまして、じゃあ、壁の、モデルでですね、今赤で書いたところは、新たに新設しますよというふうに今申し上げましたので、そのプロパティのですねフェーズのところをちょっと見てみたいと思います。こうレビットで作図しているモデルの中のですね、こういう壁だったりとか床だったりとかサッシだったりとかっていう、そういうオブジェクトそれぞれ全てですけども、このプロパティの画面の、基本的にはこの識別情報の下のところのフェーズという、画面がありまして、そこに、先ほどアルミサッシの時に見ていただいたものと同じ新しい建設という文字が書いてあります。これ先ほど来申し上げてますように、リフォームをする際に、
現況にはなくて今回の工事で新たに設けるものというつもりで、まあ、これ定義をしていますので、こういう設定になっているんですね。じゃあ、次、壁の中で、グレーになっている壁をちょっと一度選択してみますので、ちょっとそれを見ていただきたいと思います。はい、もう見ていただいてお分かりになる方もいらっしゃると思いますけど、フェーズのところ、まあ、グレーで塗られている壁というよりは、今グレーで塗っているところを選択した、オブジェクトですね。ちょうどこちらありますけども、これも見ていただくと、既存という状態に、先ほどは新しい建設ってなってましたけど、今回は既存になっています。で、フェーズという機能をこれから、まあ、説明させていただきますが、基本的にこの作成されたフェーズというところのこの部分を、まあ、今これ既存になってますが、ちょっとここをまあ選択してもらうとですね、これ、まあ、皆さんこれから作図される際に使うテンプレートの設定によって実はちょっとここが変わってきますので、これは今日皆さんに配布しているデータとはちょっと違うものになってますけども、私たちの今このプロジェクトでは、既存と新しい建設っていう2つしかこうフェーズのところ定義されてなくてですね、この2つをまあ選びながら作図しているというのが、まあ、まず最初の紹介になります。はい、で例えばこれもう少しだけ進めていきますと、例えば柱ですね、既存の柱で、レビットで今少しこう、画面の中でささっとやってしまいましたけど、実はこれ今これはあえてグレーで上から色を塗っているだけのデータを、まあ、見て既存のところ塗ってもらっているデータを見ているんですけども、選択する際にですね、マウスを持っていって、そのものが選択できない、直接選択できないときはタブキーを押しながら、選んでいくと、その選びたいものが選べます。もう少し柱の近くに持っていくと柱がこう選べますので、まあ、それも、まあ、ちょっと早口で申し訳ないですけど、マウスを持っていってですね、タブキーで何回か押していただくとそのモデルが選べるということも、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。では今柱を選択してますので、まあ、見ていただいている通りですね、これ既存ということになってます。で、まずこれから先、堤君の方で、操作の仕方を少し、まあ、披露したいと思いますが、まず最初はですね、皆さん覚えていただきたいのは、オブジェクトを入力する際に、まあ既存のもの、新しい建設のものっていう、まずそういうフェーズを定義するということが、まず一つで、色がグレーだったり赤だったりで塗られるという話はこの後もう少し後で説明しますので、まずそのフェーズという機能を使ってプロジェクトを入力するということについて少し説明をさせてもらいながら、進めたいと思います。まず、フェーズを切るとどういうメリットがあるかっていうのをちょっと見ていただきたいと思います。この平面図はですね、改築後の平面図になっておりまして、先ほど説明しました赤色の部分が、新築の部分になっております。この色に関しましては注釈でつけておりますので、モデルと連動しておりませんので、ちょっとそれだけはご了承ください。でまず何も選択してないときに、プロパティを見ますと、下の方にフェーズっていうのがあります。でこの一番下のフェーズですね、このフェーズのところを既存に変えますと既存のモデルが出てきます。この赤色は注釈で書いてありますので、新築の部分のところを表していることになります。でこの時にですね、この、グレーに塗れてない、灰色で塗っていない壁があるんですけども、このプロパティを見ますと、ここですね、作成されたフェーズというのが既存で作成されております。でさらに解体されたフェーズというところに新しい建設が入っております。
あとここのフェーズフィルターを調整することによって新しい建設とした場合に解体されたやつがなく、消えまして新しく作成されたものが出てくるというふうに設定されております。このフェーズフィルターの中身に関しましてまた後ほど説明いたしますので、ご了承ください。ですので同じデータの中で、季節図と解体図あと、回収後の図面を、同じデータで作ることができることになります。はい、今堤君の方から、フェーズフィルターの話も一度にさせていただきましたが、まあ、繰り返しになっちゃうかもしれませんけど、オブジェクトそのものに、時間軸的な定義を与えることができまして、今フェーズフィルターという言葉が出てきましたが、フェーズフィルターという機能を使って、その、既存の状態で残しておくものと既存の状態から解体するものと新たに設けるもの、まあ、だいたいリフォームの場合、一度にやる場合、工区を分けない限りはですね、だいたいこう3つのタイミングで部材が定義されると思いますが、それぞれの、タイミングで表示されるもの、表示するものというものをフェーズフィルターという機能を使ってコントロールをすることになります。で、今ずっと平面図を見ていただきましたけども、まあ、これは全く、同じこと 3D でもできます。で、先ほどモデルを見たときにはフェーズというところを見てですね、それぞれのオブジェクトの、フェーズを定義してました。で、これからもう一度こう 3D で3D の状態で既存の状態と回収後の状態を、まあ、皆さんに見ていただきますけれども、まあ、そのコントロールをするのはフェーズフィルターという、そういうフェーズフィルター機能を使って表示をコントロールするというふうに覚えていただくといいと思います。で、このフェーズフィルターですけれども、今皆さんに見ていただいているのは回収後の2なんていうふうに名前がついちゃってますが、先ほど堤君が言いましたけど、これ、まあ、既存ですかね、それに、まあ、変えてみますので、あ、フェーズですね、失礼しました。フェーズの方を既存に変えてみますので、はい、失礼しました。で、これが現況の状態になります。で、先ほど定義していたようにですね、既存のものだけが今これ表示されている状態ということになります。で、もう一度このフェーズのところを戻してみますけど、新しい建設というふうになれば、まあ、こういう形で変わるわけです。ですから、まあ、一つのモデルの中で、現況のまずモデルを、まあ、実際皆さんのお仕事の中で、まあ、特に回収に限っ てお話をさせてもらえば、まず最初に作るのは現況図ですよね。で、現況図を作った後、どの部分を、どう回収するのかっていうことを、実際、まあ、皆さんは、平面図だったり立面図だったり展開図だったりっていうところでそれぞれ、まあ、現況図と回収図を書いていらっしゃると思いますけども、まあ、レビットを使う、レビットのこのフェーズ機能を使うと、まあまあ、基本的に全て一人で入力を、まあ、していく前提ですけども、まあ、皆さんの頭の中で、考えている通りにですね、こうフェーズの機能を使って、まあ、オブジェクトに定義を与えていけば、それが回収後になくなるものなのか新たに設けるものなのかということを全て、まあ、モデル上で定義することができるわけです。で、これ、まあ、今こういう 3D のビューで見てもらってますが、カメラのビューでも全く同じことができますので、ちょっとすいません、他の画面でも、まあ、見ていただきます。これね、リビングからダイニングを見るぐらいかな、はい、まあ、今日初めて皆さんもこのモデルを見ていただいているので、何のことかなっていう感じがありますけども、ちょっと平面図をもう一回だけちょっと見て、少し画面引いてもらってですね、ちょっと今一つ前の画面で木の格子のようなものが見えていたと思いますけど、それはちょうどこの部分ですね、今マウスでちょっと、ま、表示してますけども、この部分を、リビング側から、キッチン側にこう見てるビューを今ちらっと先に見ていただきました。で、現況図をもう一回ちょっとまあ戻って、季節の現況図をちょっと見て、同じ位置をちょっとまあ確認だけしておいてもらってからの方がいいと思うので、すみません、マウスが新しくてなんかちょっと調子が良すぎちゃってるみたいですけど、
ちょっとすみません、覚えてくださいね。これは、まあ、赤で書いてあるの、先ほど説明しましたように、あの回収後にちょっとこれ、まあ表示しているマスキングで表示しているものなんですけれども、今あのちょうど私の今、左手もしくは、まあ、マウスでいう画面のマウスポインターのところがちょうど今、カメラの位置になってまして、そこから、まあ、こう見てるわけですね。右上の方に向かって、ビューで見てるのを、回収後のビューでもう一度ちょっと見ていただきますので、はい、よろしいですかね。あの先ほど格子って申し上げたのがちょうど今見えているところだと思います。で、あの現況の、もちろんこれビューもできてますので、この後、フェーズの機能を使って現況のビューに戻すんですけども、あの当然ですけどこの現況のモデルと大きく違うのは、ちょうどこの格子の部分に大きな壁があって、今回のリフォームではその真ん中の壁をあの取ってしまって一つのお部屋にするっていうのが今回のリフォームの計画案ですので、まあ、私たちがこれ住まい手に説明するときには、まあ、現況はもともと住まい手の住まいがあるわけなんですけども、まあ、その状態がどう変わるのかっていうことをあのこのフェーズの機能を使って説明させてもらってます。でこのフェーズの機能で一度既存の方にここを戻してみますので、見てください。すいません、ちょっとビューの選び方が悪かったですね。ちょうどまともに壁のところがカメラが置いてあるものですから、まあ、皆さん大体お分かりいただけると思いますけども、まあこれですと、まあもともと壁のあるところにカメラがあったので、すいませんちょっと打ち合わせ不足でしたが、カメラの位置がまあそういう部分でした。ちょっとまあこの辺りまで引いてもう一回これで現況と回収後をちょっと見比べてみますので、ちょっとまあ見てもらいましょう。はい、この状態で、はい、まあ、ご覧になっていただいた通りです。まあ、これ当たり前の話なんですけども、全てモデルで入力しているものを見てもらっているだけですので、このフェーズの機能を使ってまあどういうプレゼンができるのかということをまず見ていただきました。でこれからまあこういう機能があるよというまず説明をさせていただきましたので、まあ実際まあ入力をするにあたってどういうふうに入力していくのかという話をまず最初にさせていただきます。でその後まあ、この皆さんに見ていただいた今回のプロジェクトでは、既存がグレー、回収後が赤っていうふうにこう色をつけてますが、これは後から手動で後から別の操作で付け足しているわけなんですけども、それも最近ではもうすべて、フェーズフィルターという機能を使って、まあ、私たちの手ではなくてレビット側で色をつけることもできます。ただその時にちょっと制約事項もいろいろあるものですから、今日ちょっといきなり難しい話になるかもしれませんけども、そのフェーズフィルターの機能までをちょっと、まあ、ゆっくり説明させていただきますので、ここから先はコンピューターをお持ちの方はレビットをまず立ち上げていただいて、進めたいと思います。で今日コンピューター持ってきていただいている中で、オートデスクさんの方から配布をされました木造のチュートリアルのこの画面のデータですね。このデータ、ない方がいらっしゃれば、他の、まあ、デフォルトのテンプレートを使って話を進めますけども、お持ちじゃない方いらっしゃいますか？一人だけ。わかりました。じゃあ、ここにコピーしてあげてください。デスクトップになるから。じゃあ、あとの皆さんはじゃあ、まず最初にですね、前で今日お借りになっていらっしゃる方はデスクトップ上にオートデスクのフォルダーがありまして、その中に、入ってます、ウッドハウス02というテンプレート、この2度ですね、これですね、これの中の、完成という RBT のですね、この完成ですね、これを開いてください。で、お一方にはちょっと今からコピーしてお渡ししますので、はい。じゃあコンピューター持ってる方は皆さんじゃあちょっと頑張ってついてきてください。で、まあ、持ってきてない方も今日できるだけゆっくりちょっと作業を進めたいと思いますので、まあ、メモなど取るなどしてついてきていただければというふうに思います。まあ、お配りしたテンプレートはフェーズフィルターのことまではフェーズのところまでは、設定をしてない状態でお渡ししてますので、今日まずそのあたりの説明も含めてさせていただきたいと思います。デフォルトではですね、必ずこのフェーズのところが新築っていう状態で入力されるようになっておりますので、まず最初開いていただいた画面ですね、この状態をまず、
皆さんの画面上にしていただいたところから進めたいと思います。フェーズフィルター使っていらっしゃる方ってどれぐらいいますか。ありがとうございます。一方だけいらっしゃいました。ちょっと今設定中ですので、雑談になっちゃうんですけど、私は岐阜から来てますから、地方の状況だとすると、今新築よりももうリフォームの方がですね、物件としてはすごい多くてですね、それも今見ていただいたプロジェクトも2000万円ぐらいのリフォームです。ほぼ新築並みなんですけども、それぐらい のリフォームを、やってになってます。なんでこれから先おそらくリフォームが増えてくるっていうことは、国の方でも言われていることだと思うんですけど、皆さんが関わられているのが、木造とは限らないと思いますけども、そういうところでぜひこの機能を活用していただけるといいなっていうふうには思います。よろしいでしょうか。それではですね、ちょっとこの状態でいきなり書くことにはしませんので、平面図ですね、このプロジェクトブラウザー、皆さんの画面がちょっとどうなってるか分からないですけど、こうプロジェクトブラウザーの中の平面図の、意匠図の中にあります 1FL、 これをダブルクリックしていただけますでしょうか。はい、そうしますと画面の中には、先ほど最初に見ていただいたのはシートの中に入った図面を見ていただきましたが、今皆さんの画面の中には 1FL というレベルに書かれている画面と同じように1階の平面図だけが表示された状態、この状態になってない方いらっしゃれば、ちょっと今回りながら手いきますけども、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、これからですね、これはあくまで新築ということで今書いてますけど、堤君の方でこれから皆さんと一緒にちょっとこのが、データを使って入力をしていきますので、よろしくお願いします。まずですね、この建物自体が新築になりますので、今回季節の部分を作っていきます。簡単なところで、雑衣室周りの、扉とあと壁を、季節に変えていきます。まず買いたいものを選びまして、プロパティの下の方ですね、フェーズのところがありますので、その作成されたフェーズを新築から、既存に変更します。であとこの、脱衣室の縦の壁とあと横の壁も選択しまして、これもで作成されたフェーズを新築から既存に変えます。でそうしますと、ここの壁と扉と縦の壁が既存になります。でここから既存の壁だけを表示させていきます。まず何も選んでない状態にしてください。エスケープを押して何も選んでない状態にしてください。でその時にプロパティの一番下フェーズがあるんですけども、ここの新築を既存に変えます。そうすると先ほど、既存に変えました、壁と建具が表示されます。
あと元に戻す場合はフェーズの既存を新築に戻せば元に戻ります。もう一回既存に直します。でこの既存の壁なんですけども、一つ、解体しようかなと思います。この縦の壁を解体いたします。縦の壁を選びまして、プロパティの下の方に、解体されたフェーズというのがあります。これをここの解体時ではなくて、新築フェーズの新築をクリックします。エラーが出てきたら OK を押してください。そのままでこの壁が、既存の壁になりまして、新築の時には解体されるというふうに設定できます。では、図面の、フェーズを新築に直してみます。そうしますと先ほど選んだ縦の壁が、解体されることによってなくなっております。これが、フェーズの、設定の仕方になります。あとはこれをどうやって見せていくか、解体図を作るならば解体するとこを赤く塗るとか、改築後の図面を作るんだったら解体後はもう何もなしになりますし、新しいものだけ表すというふうになります。その見え方の設定なんですけども、それはですね、何も押してない状態でフェーズのフェーズフィルターというのがありますので、そこで設定することができます。今このデータに入っているのはどうですかね、6個ですかね、6個のフェーズフィルターが入っています。例えば新築を表示を押しますと、先ほど解体部分が点線に見えてたものがあるんですけども、それすらなくなります。あとは解体と新築、一番下にあります解体の解体と新築を表示をクリックします。そうすると既存の部分、先ほど建具と壁を既存にしましたけども、それは消えております。あと解体するところは点線で表示されておりまして、あとの新築の部分はそのまま表示するようになっております。あとその上の既存と解体を表示をクリックします。そうしますと既存の部分、既存の壁と建具と解体する場所が点線で表示されております。ではこのフェーズフィルターをどうやって設定しているのかっていいますと、ツールバーの管理、ツールバーの管理を押しまして、右の方にフェーズというのがあります。でこれをクリックします。そうしますと、一番初め出てくるのが、フェーズが出てきます。これは付け足したり消したりすることができます。名前も変更することができます。でその隣にありますフェーズフィルターフェーズフィルターが先ほどどうやって表示をさせるのかっていう設定になります。例えば完全表示、完全表示の場合は
新築と季節、既存はそのまま表示します。で、解体の部分は表示しない、で、仮設も表示しないように設定しております。で、あと解体と新築を表示というのを見ますと、新築の部分はそのままカテゴリー別で表示させます。で、既存の部分は表示させない。で、解体の部分は優先設定済みというのがありますけども、これはフェーズフィルターの隣のタブのグラフィックの上書きのところで設定します。で、その設定したもので表示するというふうになります。触れないですか。ということは、ですね、すみません、ちょっと設定が、識別情報の一番上にビューテンプレートの平面図というのがあるんですけども、そこをクリックしてもらっていいですか。その中で、左の方に、名前というのがあるんですけども、これをなしにしてもらえますか。で、なしにして OK を押します。今までのところでよろしかったですか。ちょっとすみません、皆さんの画面確認すればよかったですけど、大丈夫ですかね。じゃあもう一回少し今のところを少し戻って説明させてもらいますので、どこから、ここですね。うん、ですね。この辺は。下はフェーズは触れてましたもんね、皆さんね。下のところね、はい。次。次その解体の色とかですね、新築の色をどうやって変更するかといいますと、フェーズ管理タブのフェーズをクリックして、グラフィックスの上書きというのをクリックします。皆さんこの画面まで表示するところでちょっと待ちますので、これがですね、先ほど見ましたフェーズフィルターの中で優先設定になっていたものがこの色で表示されます。この色と、選手ですね。で、表示するようになる、表示することができます。で、先ほど解体の時にですね、点線に出てきたのはここで、点線に設定しているかために解体部分が点線に出てくるというふうになっております。で、上にですね、投影サーフェスとあと切り取りっていうのがあるんですけども、切り取りは切断された部分の色になります。で、投影は、見えてる部分ですね。例えば床、平面図で言うと床とか、展開図で言います壁とか、その時にどういう色で、出すかっていうのがここで設定できることになります。で、あとここにですね、線分とパターンがあるんですけども、線分は線の太さと色とあと線種の設定ができますし、パターンは、ハッチングですね。ハッチングの設定ができることになります。ちょっと解体の部分を変更していきます。ちょっと弊社の設定になるんですけども、解体部分は赤色で、設定しておりますので、そのように変更していきます。まずサーフェスの部分なんですけども、解体の線分をクリックします。色の部分、今グレーになっているんですけども、ここをクリックします。
で、あとは赤色に設定しますので、作成した色の左上から2番目の赤をクリックします。で、あとパターンは、実践で書きますので、ここをですね、実践に直します。一番上に実践がありますので実践にします。太さは、変更しませんので、ここは優先設定なし、一番上の太さは優先設定なしにします。で、設定が終わりましたら OK を押します。で、同じように切り取りの方も色を変更していきます。切り取りの線分の回転の部分をクリックしまして、太さは優先設定なしで、色は赤色で、パターンは実践、同じように変更していきます。で、あと解体する部分に関しましては、ハッチングを書きますので、その設定もしていきます。まず投影サーフェスのところのパターンの、優先というのを押します。色は同じように赤色に変更します。で、次にパターンなんですけども、この三角のマークを押しまして、45度の、2ミリ、真ん中ら辺ですかね、45度の2ミリを選択します。で、設定しましたら OK を押します。で、その次に切り取りの部分もハッチングが効きますので、同じように、設定していきます。パターンのところをクリックしまして、この表示っていうのをクリックします。で、次に赤色に変更します。で、パターンを先ほど45度の2ミリにしたんですけども、ここはちょっと細めにしまして、45度の、0.8 ミリぐらいに変更します。で、設定しましたら OK を押します。ひとまず回転の部分の、色の設定ができましたので、これで OK を押します。よろしいでしょうか、ここまで。で、今この図面なんですけども、フェーズとしては新築になっております。で、フェーズの新築で全て表示しております。で、全て表示というのはどういうものを表しているかといいますと、先ほど見ましたフェーズのフェーズフィルターのところで、一番上に全て表示というのがあるんですけども、新築はカテゴリー別で、既存は優先設定済みで表示します。で、解体も、優先設定済み、先ほど設定した内容で表れてきます。で、仮設も優先設定済みになります。ですので、新築の部分はそのまま黒色で出てきます。で、解体部分は先ほど設定した、切断線も赤色で、あとはハッチがかかる。ちょっと投影の部分に関しましては、ちょっと解体の部分はありませんので、そこまで出てこないんですけども、このような形で出てきます。すいません、もう一個、フィル、
フェーズの設定をします。ここの棚をクリックしまして、これを、季節に変えます。季節に変更します。で、解体されたフェーズを新築にします。で、適用しますと、面で選択できない方はですね、右下に、ここにあるんですけども、この四角と、カーソルのマークがあるんですけども、ここがバッテになっている方は面で選択することができません。棚を触ることができなくなります。ここですね、ちょっと下の方で見にくくて申し訳ないですけども、でそこか、修正のこの三角マークを押しまして、ここで面で要素を選択というのがありますので、ここにチェックを入れれば面で選択することができます。で、棚を選択しまして、作成されたフェーズは季節で、解体されたフェーズは新築と変更してください。そうしますと、先ほど投影と、切り取りでハッチングの、ピッチを変えましたけれども、ここでピッチが変わっていることが理解できると思います。投影された部分は、2ミリで、切断された部分は 0.8 ミリでハッチングが変わっております。あとは新築の部分にも色を塗ることができます。解体と同じように、管理のフェーズフィルター、フェーズをクリックしまして、グラフィックスのワーキーをクリックして、新築の部分を青だったら青に変更して、また同じように解体と同じように色をつけたりハッチをつけたりすることができます。一回つけてみましょう。で、線分は青色、線分は、太さは優先設定なしで、色は青色で、パターンは設定なしでやります。で、パターンは、解体と同じように、45度の2ミリにします。で、色は青色にします。ちょっと早くないですか？大丈夫ですか？目線のあった方だけ覗いてもらえればいいですか？で、切り取りも同じようにクリックしまして、太さは設定なしで、色は青色で、パターンは優先設定なしにします。で、パターンはここの表示をクリックしまして、色を青色で、パターンを45度の 0.8 ミリにします。で、設定できましたら OK を押します。
で、このフェーズフィルターがですね、すべて表示になっておりまして、新築部分は、フェーズフィルターを見ますと、カテゴリー別になっておりますので、そのまま黒い状態で出ております。状態といいますか、ファミリーで作成したときに定義した、状態で出てくるという、そういうふうに理解してもらえばいいです。で、今回の新築の部分を見ますと、優先設定済みになってない、なっているものが一つもありませんので、完全表示、完全表示の新築部分を優先設定済みに変更します。3番目の完全表示のところを優先設定済みに変更します。設定しましたら OK を押します。でその次に、この図面のフェーズフィルターを完全表示に変更します。そうしますと、新築で作成されたものに関しましては、すべて青になりまして、ハッチングがかかるようになっております。ちょっと一つ戻って、フェーズのフィルターのが設定のところをもう一回確認してもらいますので、管理のタブのフェーズ作成ダイアログのフェーズフィルターの今、最後に見ていただいたのは、完全表示というところの定義を、今変えたわけですけれども、その部分優先設定済みというのは今直前で皆さんが設定されたフェーズの時に設定された状態、青色でハッチングをつけて表示させるっていう定義をしましたよね。でその状態を、表示させろということで優先設定済みということになっています。まあ、カテゴリー別には先ほど説明した通りですし、あと解体って書かれたものは表示、解体というふうに定義されたものは表示しないというふうになってますよね。だから解体で定義したものが消えてました。まあ、これ仮説は今回お話ししてませんけど、まあ、同じような、理解で結構です。まあ、ですから、まあ、皆さん今日覚えていただいた中でまずこういう、まあ、フェーズフィルターの名前の中で今一つ一つこう操作していきましたけど、まず完全表示というところの定義を今今日やってみて、この表示の、まあ、ファミリーの振る舞いというものを まず見ていただいたと、こういうことになります。もう少しまだこの話続くんですけど、ここまでで何かわからないこととか、はいどうぞ。ここにプロパティの中にフェーズでフィルターとフェーズで見られて、はい、これも違いっていうのがわかんないんで、説明されてた。わかりました。はい、フェーズとフェーズフィルターの違いをじゃあ少しご質問の中でもう少し私たち理解している範囲での話になりますけども、お話します。まずフェーズっていうのが作成される何ですかね、時期といいますか、例えば1期後期2期後期があって、1期後期で作られるものと2期後期で作られるものがあります。でその区分けをフェーズで区分けします。タイミングというんですか、時間タイミングのことを言うというふうに思ってもらえばいいですか。でそのフェーズで設定したものをどうやって表示させるか、例えば解体の部分を赤色に塗るとか、新築を青に塗るのかとか、その表示の表し方を、フェーズフィルターの方で設定するんです。まあ、フィルターですから今赤や青に表示させること以外にも、非表示にしたりとか、そういうことも、フィルターの機能の中で書けますから、まあ、そういう違いっていうふうに今それでよろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。他にはよかったですか。じゃあもう少しだけこのフェーズフィルター、フェーズの機能のお話の、続きをしたいと思います。ちょっと、拡大していくんですけども、フェーズフィルターで優先設定させたものにっていうのが、ちょっと
何て言いますか、欠点がありまして、ちょっと一回戻します。すべての表示に戻します。ちょっと線を細くします。今レビットの機能の中でもともとファミリーの方で線の種類、線の太さを定義してるんですけども、直前の画面までは外壁の一番外側の線が太かったですよね。で、実際こうやってレビットで書いていくときに、そのオブジェクトの定義した線の太さのままで書いていくと、結構まあ拡大していくとその部分が潰れてしまったりとか、書きづらいもんですから、皆さんの上にツールバーが、画面の上の方にツールバーが出てますが、我々の画面とちょっと違うかもしれません。一番上にクイックツールバーと言いますけれども、クイックツールバーの、右の方にですね、細線というボタンがあります。これをまあ、押すたびにですけれども、画面の中で、線の状態が、表示が変わります。でこれを、まあ、細い状態で書いていくと、まあ、実際モデルを入力していくときは随分書きやすくなります。ちょっと、まあ、フィルターフェーズの話は関係がないんですけども、実際皆さんがレビットで、印刷されるとき、この図面をね、そのときに、今の細線というボタンで、定義をした状態のままで印刷されるますから、この細い状態に画面をされて印刷をしてしまうと、当初定義していた通りの 線の太さで印刷されなくなってしまいます。だから、まあ、例えば A1 だったり大きな図面で印刷するときは太い、もともとの、ね、定義した状態 で A3 で印刷するとき、縮小して印刷するときは、まあ、細線のボタンを押して印刷するというようなことをやっておくと、まあ、やりやすいのかもしれないですけど、はい、ちょっとそういうことも追加で説明をさせていただきました。じゃあちょっと一回戻します。で先ほどフェーズフィルターの中で、優先設定したものがあります。でそれの欠点といいますのが、共有エッジと言われるものがあるんですけども、壁の共有エッジと言われるのがこの中にある線、一番外側の線ではなくて中にある2本の線、この線が共有エッジと言われるものになります。で優先設定をしますと、この共有エッジというものが消えます。一回変更してみます。フェーズフィルターを完全表示に変更します。そうしますとここに2本あった線が消えてしまいます。はい、でこの共有エッジをどうやって表すかというのが、弊社ではちょっと分かっていないところになりますので、小サイズで共有エッジを出したい部分に関しましては優先設定はしておりません。例えば、新築部分、改修工事で新築部分と解体部分が、すいません、新築部分と季節部分があるときにどちらかにハッチをかけると思うんですけども、そのときは季節部分に対して、優先設定をかけてハッチをかけます。まあ、季節の部分に関しましてはそこまで細かいところまでは必要ないかなと思っております。その関係で季節の部分だけ優先設定をかけて、で新築の部分に関しましては、共有エッジが出るように優先設定はかけておりません。で今回完全表示をしているときで、完全表示をしているんですけども、季節部分に関しては優先設定をしておりませんので、ちゃんと詳細図に下地線が入っております。
あとはこのグラフィックスの上書きのところなんですけども、先ほどサーフェスのところにパターンをつけました。でこれについてはモデルに対してパターンがつきます。でたまにですね、ファミリーの作り方によりきりなんですけども、モデルを非表示にして、執着線分で表示させるときがあります。ちょっと畳のファミリーを開きます。畳をクリックしまして、ファミリー編集を押します。で、3次元ビューを開きます。これを全体的に選択しまして、でプロパティの表示グラフィックスのところがありますので、その編集をします。畳を選んでもらって、ファミリーの編集っていうボタンが上の方に、ありましたら、それでまず畳を表示してやってください。畳だけを選んでもらって、修正タグっていうタグが上に出てきますので、そこにある、モードのところにあるファミリー編集、それで色ついてる、とりあえず畳が 3D で出ている状態であれば色はちょっとついてなくても大丈夫ですので、ちょっとすいません、一回、平面図に戻っていただいていいですか。コントロールタブを押していきますと戻れると思います。コントロールを押してタブを押していくと、それかここでいいんじゃない、これで。いや、ファミリー開いてるんで、ですね、コントロールボタンを押しながらタブを押す、はい、コントロールボタンを押しながらタブを押すと画面が切り替わります。ちょっと少しちょっとレベルの高い話になっちゃうかもしれません。ファミリーを触る話になるので、はい、どうぞ。で、ここで、畳にカーソルを持っていくんですけども、で畳を選択するのではなくて、一回タブを押していただいて、ハッチのところをですね、畳を選ぶんではなくて畳の上のハッチが選択できると思うんですけども、でこの状態で選択できましたらデリートしてもらえますか。一回消します。この状態というのはプロパティに床一般150というのが出ている状態のことです。分からなかったら手を挙げてください。お教えします。消せた方手を挙げてもらっていいですか。はい、消せない方のところは行きますけども、大丈夫ですか。タブキーを押しながら、完全表示にしてもらって、はい、大丈夫ですか。それで、はい、畳のモデルではなくて、ちょっと同じ位置に床150っていうのが書いてありましたので、それを消せばいいです。はい、大丈夫そうですかね。はい、うん、行こう。で、消しますと畳の、縁は見えてるんですけども、ハッチはかかっておりません。床はハッチかかってるんですけども、畳がハッチかかってないです。その理由としましては、畳に、モデルが表示されてない、それが一つの理由になります。
でそれを修正していきますので、ファミリー編集をしていきます。畳をクリックしましてファミリーを編集をします。で畳のファミリーの編集の画面になりましたら全部囲ってください。で全部選択できましたら、プロパティのグラフィックスの表示グラフィックスの編集をクリックします。でここで、今選択します、モデルがあるんですけども、それをどのビューで表示させるかっていうのが設定できます。平面図で表示をするのか、前後というのは、立面ですね、立面の前後で表示するのか、それとも立面の左右で表示するのか、ここで設定ができます。で今回畳に関しましては平面図のところにチェックが入っておりません。ですので平面図を開いたときはモデル表示ではなくて注釈線分、二次元の線分で表示がなるようになっております。で今回は3次元モデルを平面図で表示いたしますので、このチェックが入っていないところにチェックを入れます。平面図のところにチェックを入れます。でこれで、平面図の時にモデルが表示されます。でこの状態でファミリーをプロジェクトにロードいたします。で既存のバージョンを上書きしてください。まあ、レビットを触られてない方は画面見られてたと思いますけど、畳は 3D のモデルで表示されてなかったので、フェーズフィルターで定義をした、ハッチのラインが当初表示されてませんでした。サーフェス上で、ね、定義してたものが表示されてなかった。それは今堤君が言ったように、モデル上で平面上でモデルで表現するように畳のファミリーの設定を変えたので、それで初めてこうサーフェス上で、この、まあ、定義をした青色のハッチが表示されるようになりました。レビットのデフォルトの、畳のファミリーでは、いくらまあ皆さん同じようにこう設定されてもですね、表示されないものですから、ちょっとあえてちょっと難しいファミリーの設定をちょっとやっていただきましたが、その部分をまあ一緒にちょっと覚えていただいたということになります。ちょっとまあ時間早いんですけど、5分ほどあるんですけど、まあ、堤君は、まあ欠点というふうに言いましたが、まあフェーズフィルターの、まあ、我々が理解している中での、表現として、詳細に断面部分の例えば壁でいけばですけども、壁の断面線が出てこないっていうことを今日説明しました。で、実際まあ皆さんが、この機能を使いになってやる場合、まあ、さっき堤君が音で少し言いましたけど、詳細に見せたいものは例えばリフォーム後の図面、改修後の図面っていうのは詳細に見せたいのは新たに作るものですよね。だから、まあ、隠れてしまうんであれば既存の部分をまあフィルターでマスキングかけてしまえばいいだけのことで、まあ、そういうふうに設定をすればいいわけですよね。そうすれば全然別に問題がないわけで、で一方現況図で解体する部分を明示するとき、これもまあどの部分を壊すのかという壊す、部材のですね、詳細が分かってないと、設計者としてが伝わらないですから、要するにその壊さない部分に、まあマスキングをかけ、まあ、マスキングといいますか、まあパターンを設定しておけば、まあ、今申し上げたように、不要な部分がまあ簡略化されて表示するだけのことですから、まあ、そういうふうに考えていただければ、今日お伝えしましたフェーズフィルターを使って、リフォームの設計でですね、十分役に立てていただけるんじゃないのかなっていうふうに
思います。で、まあ、冒頭で見ていただきました、回収図面は、まあ、我々も、まあ、このフェーズフィルターの機能も、まあ、徐々にこう覚えている中の機能の一つだもんですから、当時はそれがまだ分からなくてですね、まあ、うまくそれが定義できなくて、わざわざ上から赤い線をこう塗ってたんですけども、まあ、今日皆さんにはこのお話をお伝えしましたので、そこからいきなりお使いいただけるんじゃないのかなというふうに思います。